埼玉県の東松山署は6日、殺人未遂と器物損壊の疑いで、ブラジル国籍で住居、職業不詳の男36を逮捕した。逮捕容疑は5日午後11時半から午後40分ごろまでの間。 東松山市内のアパートで茨城県霞ヶ浦市のブラジル国籍の自営業男性44をバットのようなもので殴って殺害しようとした上駐車場に止めてあった男性所有の普通自動車のフロントガラスなどを叩き割った疑い男性は左側頭部を打撲するなど全治3ヶ月の負傷同署によると5日午後11時40分頃 男性が頭を殴られたと百刀番した。同容疑者と男性は面識があり、アパートには男と別居中の妻が居住。アパートに男性がいたところ男が訪れ、トラブルになったとみられる。次のビデオでお会いしましょう。よろしくお願いします。購読のようにクリックして、最新のニュースを入手することを忘れないでください。ご質問がある場合は、メッセージを残してください。さようなら。 またニュースでお会いしましょう。